シアンと桃の和の風景を訪ねる。ちょっと暗いですけど。ちょっと正面。本堂さん、お薬師さんになってます。はい、薬の師とか書いて薬師なんですけども、はい、ご自身の健康面であったり、うん、また、心の関係であったり、そういったことをお願いしていただけたらと思います。はい、ご紹介いただいてから、お電話していただいて、少し目指しをしていただいて、1年です、ね。朝食をして。朝食をしていただいて。はい、どうぞおかけください。失礼します。はい、失礼します。ざっとだけお山の話と、はい、そのこちらを開かれました伝教大師さんの、はい、精神だったりをご説明させていただこうかなと思います。まずこの延暦寺というお寺は、歴史の教科書でも見たことがあるかもしれませんけれども、最澄というお坊さんが一人でこの比叡山に登られて、この天台宗という宗派を開かれました。今でも1200年と少し経った歴史のある、宗派になるんですけれども、その宗派も最初はなかなか認められませんでして、天皇様に何度も文書を出してようやく認められたんですね。でその時の文章の中に一隅を照らすという言葉が出てきます。一隅を照らすというふうに書くんですけれども、自身が置かれた場所で光り輝くことによってその明かりが周りの人に伝染して、で日本全体を明るくしていきましょうよということなんです。要約すると、でそういった人を育成することこそが、このお山の宿命であり、そういった人材が育つことによって金銀財宝が国宝ではなくて、そういった人が国宝であるということをおっしゃっております。で先ほど為貝さんもおっしゃっておられましたけど、道という言葉がつくお言葉も残していらっしゃいまして、道心あるの物資名付けて国宝となすとおっしゃってるんですね。道心、道の心ある人こそ国宝であるということをおっしゃってます。例えばですけれども、衣食住を求めて今自分がその3つのために何かをしようと思ってもなかなかその3つがついてこないとおっしゃるんです。逆に自分が心の底からしたいこと、これで生きていこうって決めたことをしていれば勝手に衣食住がついてきますよということをおっしゃってるんですね。童心の中に餌食あり、餌食の中に童心なしということをおっしゃってます。餌食は衣食です、はい、衣食を求めるだけでは、童心、自分が目指す道はついてこないですし、目指す道を志すことによって勝手にそれはついてきますよということをおっしゃってます。でまた武道の道場ということですから、それに絡めますと、はい、衛心より衛所というお言葉も残してらっしゃいまして、衛心より衛所、衛心は心によるという書きます。より衛所、場所をよりどころにしなさいよということをおっしゃってるんですね。例えば今から勉強しようと思った時にわざわざ騒がしいところに行って勉強しようと思わないと思います。静かな場所で自分が集中できる場所っていうのがあると思います。そこで一生懸命勉強すると自然とはかどりますよね。それと一緒で伝教大師最澄さんも当時仏教を修行されたときはまだ奈良の都の中に仏教が盛んで行われたんですけれども、やはりそういう場所で修行してますと欲に流される人が多かったんですね。町が近いので。そうではなくて、自分が極めたいと思っている仏教の教えを自分自身が成し遂げるためにもまず自分が集中できる場所に行かないとダメだよねということで、比叡山にお一人で上がってこられて今これだけの規模の宗教を確立されたので、やはり、そういった方が残された言葉というのは
長い歴史の中で紡がれていって今も私がお伝えできてますので必ず意味があると思います。ですので、まず何かをしようと思った時に、心を優先するんではなくてまず環境をライバルを見つけるとかでもいいと思いますし環境をきちっと整えてから、同心自分の求める道を進んでいただけたらなというふうに思います。それが伝教大師最澄さんの残されたお言葉です。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。もう特進いたすことばかりで環境はまさしく守りとったからってどうという道だって道場という道の場所だしやっぱり道の心があって初めて衣食住ついてくるって最澄おしょおしょって最澄先生でいいんですかね。最澄伝教大師さんがね伝教大師が言われた通りねやっぱり常に我々も武道なので道の心を持って自然にほら衣食住はついてくるよって、そんなあの甘いという意味ではなくてね、今の道を信じて一部を照らすというのはさ、もうできること我々ができること武道家としてできることを一生懸命社会のためにやるとそれはまた職業にもなることもあるしとかね、だったら看護師さんになりたいという夢があったらやっぱり一部を照らすのよ、ね、一生懸命自分のやれることをやってそれが職業になってみんなで上に立ちながら職業になるということはそれは明治期といってご飯の、まあ、職業だから、衣食住の種になるっていうそういう教えをいただきました。良い話ありがとうございます。ありがとうございます。またこれは道場に戻られてで今回はお一人で来られましたけれども今回来ることができなかった仲間たちにお伝えいただけたらなと。そしたらここに来ていただいて意味がきちっと、あると思いますし小山には不滅の法灯という灯火がございまして今前にパネルがありますけれどもちょうどご本尊さんの前にあった大きな3つのこの灯籠ですね、はい、この中に小さい灯火が灯ってまして中構造は簡単で大きなお皿の中に菜種油と灯芯と言われる綿を言ってできた糸ですねがそこに火がついてるんですけれどもその火は最初その伝教大師さんが仏様にお供えされた灯火を我々僧侶が絶えず守ってきて1200年間消えることなく灯っておるものなんですけれどもその時にこれを灯される時に伝教大師最澄さんが私の教えをこの法灯とともに守ってくれよということをおっしゃったんですね。ですので、今私がお話しさせていただいたことも伝教大師さん最澄さんの思いを伝えることにもなりますのでまたこの思いを、道場の皆さんに広めていただけたら伝教大師最澄さんも喜ばれるかと思いますのでできればね覚えて帰っていただけたらなと思います。日頃の修行のお話とか千日開放業のお話とかもね多少酒井大蛇さんとかもね非常に尊敬しているもんですから酒井大蛇さんもだけじゃないですけど千日開放業って言ったらもう比叡山の本当にもう荒行中の荒行みたいなあれですけどもイメージはそうですね、もちろんその業も決して簡単なものではなくて、あれも限られたものしかできないんです、で私は100日だけさせていただいておりまして延暦寺の住職の大半は100日の開放業をしているんですけれども、やはり千日となると期間も全然違いますし、歩く距離も変わってきますのでやはりそれを終えられた方じゃないと語れないものがあると思いますので私の口からはとても言えないですけども説明はできるんですけどこういうことをしますよとやはりね自身が体験されないと、でも100日例えば終わられて、何かこう変化が現れましたでしょうか。こう慣れない面とかっていうことで、そうですね、諸行無常じゃないですけれども、100日間同じ道を歩いて拝ましていただく中でも全く同じ道は同じ道なんですけれども、やはり何でしょう、草木にもきちっと命が宿っていて季節が移ろうことによって緑がきれいになってきたり空の模様も変わりますし日の出る時間も変わりますし
そういった変化を、まあ、修行中なんであれですけれども楽しみながらといいますか、まあ、行の中でもそういったことにもなるべく気を向けてはいけないんでしょうけれども、はい、そういった変化も体で肌で感じながら行をさせていただけたなという思いはありますね。で、体のことでいうとやはり毎日30キロ歩きますので、最初の1月ぐらいはずっと足に来てましたね。もう一月を超えたあたりから体も急に慣れてきて、オガムに集中できたので、そこはまあ良かったかなという部分ではありますね。そうですか。いや、それは素晴らしい。とんでもないです。勉強になります。ありがとうございます。とんでもないです。そんな、いやいや、本当に今日こうやってお目にかかって、はい、実際に自分は10歳の時から武道の空手を、もうこれで49年目になるんですけど、やっぱまあちょっと言い方、雑な言い方ですけど、シャバに行ってというんですかね、下界に行って道を求めるのと、こういうふうに本当にこう修行の場所に、まあ、僧として運にされてる方にこうやってお目にかかってお話を実際に伺えるの、本当にこれからもまた励みになりますし、ありがとう、そう言っていただけると。でもご自身でもう道場を開かれて、はい、たくさんの方を教えてらっしゃるとのことですから、それはそれである種一つの道心の形であって、一隅を照らしていただけているとも思いますので、そんな言っていただけると恐縮ですけど、ね、ないです。でも頑張る、はい、また糧になります。電気屋大師さんはその一号照らすというか、本当にその通りで、もうやれることは人一人がやれることは限られてますけど、一生懸命この道で自分の役目を果たそうということを、また今日一つなんかもう改めて、はい、決心がなんか固くなった次第ですので、ありがとうございます。ありがとうございます。最後にもう一度、正面でご証拠いただければと、証拠だけいただければと思うんですけれども、はい、一隅を照らすという言葉のは、そもそもは天台宗を認めてもらうために朝廷に出された文章の一部なんです。でそれに続きがありまして、よく行い、よく言うという言葉が出てくるんですね。人に何か言うだけでもダメですし、自分一人で黙々とするだけでもダメですよということをおっしゃるんです。人に言いながら自分も一緒にやって人を導いていきなさいよということを、そういう人を育てますということを朝廷に天皇さんに言ってはるんですね。で最後に出てくるのが、己を忘れて他を利するは慈悲の極みなりということをおっしゃってるんです。自分自身のことを優先して自分に利益が出るように動くんではなくて、周りの人に利益が出るように動くことによって、その人たちが救われて自分のことは後回しにしなさいということをおっしゃってるんです。そういう人こそが国宝であるということをおっしゃってるんですね。でご証拠いただいた時も、おそらくまあ人である以上自然なことだと思うんですけども、やっぱりまず自分のことからお願いしがちだと思うんですね。ですけれども、仮に、今日40人で来ました、40人が仏さんにお願いしました、で全員が自分のことだけ祈ってたら40分の1にしかならないんです。ですけれども、全員がその40人、39人、自分以外の39人のことを思って仏さんにお祈りすると、自分に返ってくるのは結局40分の39返ってくるでしょう。そういうことなんですよ。自分のことを優先するんじゃなくて、周りの人のことをみんなが思うことによって、結局は自分が一人でするよりも多くの仏さんのご加護が返ってくるということをおっしゃってるんですね。ですので今日はせっかく来ていただいたので、1200年前から、天皇様のお体の安泰をお祈りしている道場でありますので、そういったお体面には非常に強い仏さんだと思いますので、道場のみんなの、また学校のお友達のこと、ご家族のこと、お祈りしてお帰りいただければなという次第です。はい、
いい香りだね。あとで言おうと思ったけど、曹洞宗の道元さんとかね、日蓮宗の日蓮さんとか、浄土宗の法然さんとか、はい、ありがとうございます。浄土真宗の親鸞さんとか、全部延暦寺から出てるんだよ。そう、延暦寺で修行して、それで有名な、5600円、お預かりいたします。有名な宗派は、これ皆さんが修行をして、今の仏教の方も1000円のお返しでございます。はい、ありがとうございます。よくさまでございました。はい、お気をつけて。総本山寺ね、そこから始まる。これはすごいな。3月末から7月頭まで、はいはいはい、それが千日の行者になりますと、はい、80キロ近くを1日で、はいはいはい、それを100日間ですね。すごいですね。もうずっとこちらにこうお住まいですか？そうですね、住まいは大体の延暦寺の住職は麓にありまして、はい、で修行中は山上で暮らすんですけれども、行が終われば麓の方で。ああ、そうですか、はい、やっぱりこう本当その修行に入られようというなんていうんですかね、発願心というんですか。あ、で、もともとご住職のうちの手とかではないんですか。あ、大体に延暦寺に来るお坊さんで2パターンありまして、はい、今おっしゃったように、世襲制の方と、はい、あとは保身されて、延暦寺の住職になりたいということで来られる方といらっしゃって、私の場合は父親が住職をしておりましたので、で、いつからか自分も、ゆくゆくはならんといけないなと思って。あ、そうですか。そうですね、比叡山の方に、3年間山ごもりをして、で住職にならしていただきました。こちらですね、先ほどおっしゃってた各宗派を開かれたお祖さんのお像がお祭りされてます。そうですか。このお堂が再建された時に、各宗派の方々から寄進をいただいた。伝行大師が開かれた天台宗の大元となった中国天台のお祖さん、で伝行大師最長さんが中国に行かれた時にそれぞれ教わった方々が右の4枚ですね。でずっと目を追っていただきますと、先ほどおっしゃってたお祖様方もいらっしゃいますし、で両脇の奥には、その各宗を開かれましたお祖さんが安置されています。でこのお堂、講堂って大講堂というお堂なんですけれども、講堂って学校で言ったら講義を受ける場所になるかと思います。でこのお堂でも、そういった講義といいますか、まあ、問答という法要が多く行われまして、年間延暦寺に法要行事が450ほどあるんです。
でその中でも半分ぐらいはこのお堂で行われますね。これも写真大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。これは写真も大丈夫。この全体の本尊は薬師如来ですもんね。そうですね、はい、ここだけあのこのお堂のが大日如来なんですね。そうです。これだけ 密教的な。よくうちで泊まり込みで勉強会をされて教えてらして、うちの祖父が酒屋砂利が歩かれてた時もあの必ずうちでお茶をご用意して。そうでした。はい、あの特に縁が深いのことは分かってます。私より父の方がもっと深いんですけども。じゃあおじい様もあのそうそうだ、ね、あそれ祖父からですね。うちはそうですか、はい、全部天台宗で。そうですそうです、はい。ですか、ご縁が深いあれですね、本当に。ありがとうございます。ご縁もまたぜひ、あの、はい、また伺った頃にはまたお話をお聞かせください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、その全てを熱い炎